山大国、山大国、山大国、山都国は2世紀から3世紀に日本列島に存在したとされる国の一つ。山大国は和女王、卑弥呼の救出があった女王国であり、和国連合の戸があったと解されている。古くから山都国の音訳として認知されていたが、江戸時代に荒井白石が通じ今村秀夫の発音する当時の中国語に基づき、 音読したことから、八ッタイ国の読み方が広まった。八マタイ国の所在地については二十一世紀に入っても、議論が続いている。中国の三国史における、義師和人伝、三国史義諸島遺伝和人情では、親際王卑弥呼は、約三十の国からなる和国の都として、ここに住居していたとしている。なお、現存する三国史の半本では、 山大国と表記されているが、万頭以降の写本で誤者が生じたものとするのが、通説である誤者ではないとする異論がある。現代人の著作の多くは、それぞれ、一、大で代用しているので、本校でも、山大国と表記する。和国はもともと団王が治めていたが、国の成立から七十から八十年後、和国全体で長期間にわたる騒乱が起きた。 和国大乱の時期は2世紀後半。そこで、卑弥呼という女子を王に協立することによって、ようやく混乱が収まった。弟が彼女を補佐四国を治めていた。女王は義に施設を派遣しようや際王の風合を得た。国国との戦いがあった時期とされる248年頃から、まもなく、卑弥呼が死去し、団王が後継に立てられたが混乱を抑えることができず、一とも、いよ、または、 打つとも、大、与えが女王になることで待ったという。なお、和人伝中に出現する、表記上は、山大国は1回に過ぎず、女王国が5回を数える。山大国と後の山王権の関係、山大国の位置については、諸説ある。一般的な読みは、山大国だが、本来の読みについても諸説がある。以下は、義式和人伝に記述された。 山大国の概要である。魏志和人伝には、魏の領土で、朝鮮半島北部内市中部に当時あった軍から、山大国に至る童貞が記されている。大海国、一大国、末路国、糸国、那国、文国、妻国、山大国に関しては、魏志和人伝に詳しい記述がある。位置については、紀内説と九州説が有力とされる、位置に関する論争を参照。 童貞についても連続説と放射説がある童貞に関する論争を参照。一致や童貞の否定をめぐっては論争が起きてきた山大国に関する論争を参照。その他、島国、百四国、伊座国、都市国、港国、高古都国、富古国、砂国、大祖国、生きるな国、固有国、金ナ国、帰国、ためわれ、国、 木那国、山国、小茂市二国、共栄都市国、金国、カラス、那国、那国があり、女王国の南には、暖王姫国が治める苦那国があり、女王国と不和で、戦争状態にあった。和地、女王国について説明があり、山都地について、三問、情報を収集すると、海中の須島の上に、ぜいましていて、あるいは耐え、あるいはらなり、 一周巡るのに五千里ばかりである。とある。工述する探査と説によれば須島は一周四百キロメートル弱となり九州を想起させる。女王国から東に千里ほど海を渡れば、また和所の国があることは近畿を想起させる。その和所の国からは南に小人の国である、朱樹国があるがこの地は女王国からは四千里である、などと説明されている。 それとは別にまた船子を一年にて行けるところとして、裸国と黒葉国があった。租税や不益の徴収が行われ、国々にはこれらを収める蔵が作られていた。また、市場が各地に開かれ、大和の二公益を監督させていた。女王国より北に、特に一大律という官が置かれ、諸国を検察し、諸国はこれを恐れており、糸国に常駐していた。 中国でいう獅子のようなものである。王が義のと対方軍、関の国々に使者を派遣する際や、軍の使者が和国に来た際は、皆月に臨んで伝送文書と贈り物を披露し称号して女王に送っていたので間違いは起こらなかった。和国には、もともとは男王がいたが、七十から八十年くらい男王の時代が続いた間は、 戦乱があり毎年のようにお互いに攻撃していたので、一人の女子を強烈しようとした。なお卑弥呼といい、女王は軌道を使い、よく人心を掌握し、すでに高齢で、夫は持たず、弟が政治を補佐した。卑弥呼が多いとなってからは、人と会うことは少なく、千人の女性がはべっていて、ただ一人の男子が飲食の世話や取り次ぎをしていた。救出や老館で寄居し、 険しい策を設け、常に多数の兵士が主衛をしていた。女王国の北の糸国に一大律が置かれたという記述は、糸国から南に山大国があるという記述と一致する。卑弥呼に関する軌道という言葉を呪術カリスマとみて、卑弥呼は呪術を司る巫女、シャーマンであるとする見方がある一方、単に祭取を行っていたとする見解もある。また、 弟が政治を補佐したという記述から、巫女の卑弥呼が真事を司り、実際の統治は、男子が行う二元政治、姫彦制とする見方もある。卑弥呼が死去すると直径が百本ほどの大きな墳墓が作られ、土偽百人余りが純粋された。その後男王が建てられたが、国中はこれに服さずさらにお互いを中殺し千人、余りが死んだ。再度、 卑弥呼の親族で十三歳の少女の一与え、打つとも大王となしついに国は定まった。先に和国に派遣された朝鮮は激文をもって、一ともを諭した。一ともも木に、大武立の全中郎、進む駅役,役など二十人の使者を送り、男女の奴隷三十人、白玉五千0個大駆玉二枚、異文草木二十匹を調降した。義殿には、大法軍を通じた、 山大国と義との交渉が記録されている。女王は、慶初2年238年以降、大法軍を通じ数度にわたって、義に使者を送り、皇帝から親際王に任じられた。聖始8年248年には、使者が国国との紛争を報告しており、大法軍から、再創上市長選が派遣されている。詳細は以下の通り。また、 義阜和人伝の記述によれば、朝鮮半島の国々とも死者を交換していたらしい。この後、日本初期の神宮記に引用される、進む記許中に、大使2年、266年に和の女王の使者が長考したとあるが、これは神宮皇后だろうかとの記述がある。現在では、時代的にこの女王は神宮皇后ではなく、山大国の一ともであり、義に代わって成立した。 進むの皇帝、武帝に調考したと考えられている。義肢和人伝には31の地名、和を含むと14の官名、そして8人の人名が出てくる。これら53の音訳語は日本列島で用いられた言語の最古の直接資料である。これら3世紀以前の山大国の言語の特徴は8世紀、奈良時代の日本語の特徴と同じであることが、 森博道らによって指摘されている。その特徴とはなどである。こうした特徴が見出されることは現代日本語の基礎が山大国時代にすでに形作られていたことを物語る。二重母院会費の規則性に従えば山大を山大と発音することは、被され、山とあるいは山田等に発音されることになる。義志和人伝に当時の和人の風俗も記述されているが、 二箇所に分けて書かれており、両者間には重複や矛盾がある。以下は便宜上その二箇所を区別せず列記する。三世紀半ばの一ともの長考を最後に、岐9九年、413年の和王山による長考、和の五王まで150年近く、中国の史書から和国に関する記録はなくなる。このため日本の歴史で四世紀は空白の世紀と呼ばれた。 山大国と山東県との関係については、諸説ある。若井俊明氏の著書、山大国の滅亡では、山大国は三百六十七年に、山東県の中、相手、神宮皇后の九州征伐によって滅ぼされたとしている。現存する、三国氏、義士和人伝の半本では、山大国と書かれている。三国氏は、進むの時代に、陳珠、 233から297が編纂したものであるが、現存する根本で最古のものは、12世紀の壮代の昇降本、昇降年間、1131年から1162年の国判と、昇広子本、昇記年間、1190年から1194年の国判である。一方、直線の類書で見ると、壮代の太平五乱は成元が10世紀で、 原尊の三国史写本より古いが、三国史を引用した箇所を見ると、山大国の表記が用いられている。三国史より、後の五世紀に書かれた五漢書和伝では、山大国、七世紀の両書和伝では、木場うつ国、七世紀の随書では国について、義式に言う山大、東大の北史史伝では、となっている。これらの聖史は、元則の壮代の、 三国志より古い写本を引用している。日本の漢字制限後の東洋漢字、常用漢字、教育漢字では、一は一か一に当たる文字。ただし通常は一で代用するであり、うつは大に当たる文字である。表記のブレをめぐっては、十一世紀以前の資料に一は見られないため、一を、うつの番を重ねたことによるご記とする説のほか、一とも使い、 和大武立前中老、進む駅役等二十人層、正党官、元毛で打つ、から混同を避けるために書き分けたとする説、義の皇帝の居所を指す、打つの文字を、東の万人の国名には用いず、位置を用いたとする説などがある。山大国、新官、や MD K w K、MDKWK、R G、じ RAK、Z。じや、 m a d i クック現代。主治 m a 大 i g 実際にはさらに複雑多岐で時代や地方で発音が異なる上に忘れ去られたと考えられる発音もある。山大国と山大国の表記のいずれも発音の近さから山との当て字ではないかとする説がある。これは山大国と同じく義士和人伝に登場する津島国を津島。 一四国を、一松露国を、紀前国松浦軍といった風に発音の近さを手がかりの一つとして当てはめるのと同様に、山大国も発音から場所を当てはめようとするものである。荒井白石が記した古史通アルモんや外国のこと長所では、その場所を山都国や山都軍と解いていることから、白石は山大を山都に近い音と想定してその場所を否定したと考えられてる。 山大国の表記から三世紀の音符は作り、作りにあり、一の作りは豆であって、とあるいは清と同様に、とと発音されていたして、山とと読む説もある。なお、随所、北氏は山大国の発音に関する記述、山大、邪馬台があるが、タイは過去にも現在にも、一、意の音には発音しない。現在、山大国は、 一般に、山大国と読まれる。この、山大国という読みであるが、これは二種の異なった体系の漢音と語音を混用している。日本における山大国への言及は、日本初期末期、第九神宮皇后摂政三十九年、四十年、及び四十三年の中に、義和神殿から引用があり、 神宮皇后と卑弥呼を同一人物とみなした記述となっていることが講師である。なお、一般に、義士和人伝の名称で知られるのは、三国志義書第三十カラスマ戦辟東遺伝の一部分で参照以降に書かれた中国の聖史もしくはそれ以外の詩書にも、この義士和人伝に由来すると思われる記事が少なくない。資料によって、漢字の表記方法に、ブレがある上、 山大国と読むべきか否かも、統一的な理解はなく、その場所や山戸朝廷との関係についても、長期的な論争が続いている。古くは、山大国は山戸の音訳として、無条件に受け入れられており、この論争が始まったのは、江戸時代後期である。新井白石は、古室あアルモンにおいて、奈良に存在する山戸国説を説いたが、後に表した。 外国のこと調書では、筑語国産文文説を説いた。その後、国学者の元織のりは、卑弥呼は、神宮皇后、大山大国は、大和国としながらも、日本の天皇が中国に徴降した歴史などあって、張らないという立場から、御恵比寿外言において、九州の熊祖による偽神説を提唱した。大和朝廷、山大,大国とは全く別で繋がることはない王国を、想定し、 地区九州にあった小国で、神宮皇后、卑弥呼の名を語った熊祖の女宗教であるとするものである。これ以来、政治的意図やナショナリズムを絡めながら、学会はもちろん財や研究者を巻き込んだ論争が、現在も続いている。この論争は、すなわち、聖史としての、日本初期の記述の信頼性や、天皇制の起源に影響するものである。官位やつ国王院ともに、 一般にもよく知られた古代史論争である。厳密に、義詞和人伝の皇帝通りに単純に距離と方角を足していくと、山大国は太平洋の真ん中に行き着く。ゆえに、白石もノ長も様々な読み替えや注釈を入れてきた。江戸時代から現在まで、学会の主流は、九州説、白鳥倉吉らと、紀内説、内藤古南田の二説に大きく分かれている。 ただし、九州説には、山大国が、機内に移動して、大和政権となったとる、説、当選説と、山大国の勢力は、機内で成立した大和政権に滅ぼされたとする説、若い年明の2010年の著書、山大国の滅亡などがある。山大国は、義式神殿に、記載のあるように卑弥呼が義に長考した、慶昭三年、239年から、 日本初期の新初記居住に記載があるように、一友が新に大使二年、二百六十六年に調考したことから、三世紀に存在したことが確かである。紀内説に立てば、三世紀の日本に、大和から大陸に至る交通路を確保できた勢力が存在したことになり、九州説に立てば、九州に存在した大和大国から、大和政権に剣が移ったことになる。山戸は、 山あるいは、縄文と翻訳できる。義師は人伝の距離、理数が大雑把に、約5倍に誇張されているという問題については、口実するように、探査とが使用されていたとする説。当時は、兵力などを10倍に古代に記載する例が多いことか、高孫氏を滅ぼした義軍が、大砲軍を接収した、当時の軍事報告に基づいたためという説。ギガゴ 地理上挟み撃ちにできるとして威圧する目的で、実際より、南の呉の近くにあるように見せかけるた都合よく、書き換えたという説、曹操の功績である、親木大月氏王の距離と、曹操の性的の芝居の功績である親木和王の、距離のバランスを取るため誇張したという説、などがある。宮崎公平は、童貞に関して、古代の海岸線は現代とは、 異なることを想起しなければならないと指摘し、現在の海岸線で議論を行っていた当時の学会に一石を投じた。しかし、古代の海岸線を元に考察しても、連続説あるいは放射説の根本部分に大きな影響を与えるほどの学説ではないことから、現在ではこの点に関しては問題とはされていない。また、 自公理至る女王国一万二千余り里の記述は皇帝に関する最も重要な一文であるにもかかわらず多くの説において故意に無視されている。距離問題については単里との概念が提示されている。単里ととは借迦法の一理が約四百三十四メートルではなく七十五から九十メートルほど関連上は七十六から七十七メートルとする説である。 岐阜和人伝では、区屋間国から大海国、津島までが地里、大海国から一外国、岐阜までが地里とあるが、実距離も、それぞれ約7 0トルであり、炭里が採用されていたことを裏付けている。これを傍傷するように、これを、議長炭里説という。これに対して、安本美天らの説では、炭里は、遠い源の三寛状とは人城のみに見られたの箇所では、 存在しないとして、議長の制度ではなく、和漢の地に、州の古い土領港が残存した可能性を示唆している。山大国紀内説には、美和湖古藩、大阪府などの説があるが、その中でも、奈良県桜井市美和山近くの巻向遺跡を、山大国の都に否定する説がある。逆に、紀内説の弱点として挙げられるのは次の点である。山大国九州説では、 福岡県の糸島市を中心とした北部、九州広域説、筑後平野説、太宰府天満宮、大分県の宇佐神宮、宮崎県の西都玄古墳群など、ほとんど九州の全域にわたって諸説が乱立していい。その後の山大国については、機内勢力に征服されたという説と、逆に当選して、機内を制圧したとの両説がある。一部の九州説では、 和の王の剣士なども九州勢力が独自に行ったもので、紀内王権の関与はないとするものがある。現代では、古田武彦などによる九州王朝説がある。山大国が九州にあったとする説は、以下の理由等による。逆に、九州説の弱点として挙げられるのは次の点である。九州で成立した王朝、山大国が当選して、紀内に移動したという説。 当選説には、この当選を、人武統制や、天孫降臨などの神話に結びつける説と、特に危機神話とは関係ないとする説の、両パターンがある。当選した時期や形態についても、九州王朝説と、関連して、多くの説がある。白鳥倉吉、和辻哲郎が戦前では有名であるが、戦後は、歴史学及び歴史教育の場から、 日本神話を資料として扱うことは忌避された。しかしこの当選説は、戦後も主に、東京大学を中心に支持され、栗山修一、国板勝美、林家智次郎、飯島忠夫、和田清榎江野木和夫、橋本正吉、上村誠二市村喜三郎、坂本太郎、井上三津らによって論じられていた。久米正夫は、二王朝平立論を提唱し、 実行里至る女王国一万二千余り里の畜紫女王国首都とカイロ三十日南至る妻国水業二2日おて南至る山大国水業を投下してたどり着くの紀内山大国福都とを想定資料者は別の相違なる二国であり畜紫にあった女王国が和国大乱を通じて紀内に首都を移した東したのであるとしたまた山と岩尾も九州にあった 女王国とは、紀内をも含む、和国全体の首都であって、女王一との代になってから、紀内の山大国へ当選したが、それは、和国の勢力圏の内部での移動に過ぎないとした、ただし人武統制や、天孫降臨などの神話と関係づけることはしていない。この他にも、森光一、中川茂雄、谷川健一、金子武雄、布目純郎、奥野正浦が、 細部は異なるもののそれぞれの当選説を論じていた。安本美天は現在でも、精力的に当選説を主張している一人である。1970年代後半より注目され始めた、新しい説。山大国までの生き方、道順を表しているとされる古代、中国義士和人伝の、南至る妻国水業を20日を経て、南至る山大国水業を投下してたドリクの、 解釈として、まず大陸から渡り着いたとされる、九州北部から水路で、文後水道を南下、高知県西部より四国へ上陸、その後は陸路で、徳島県にたどり着くとの見解が示されることも多い。近年では、数多くの書籍、メディアなどで紹介されているが、当初は、郷土市屋の氷登が、四国説を唱え著書を自費出版で言った。その後、 古代阿波研究会なども四国説を主張し、山大国は阿波だった、騎士は人伝と古事記との一致には、ただいたる、坂東和夫、C の英二、上田のりひろらが、編集委員として名を連ねている。日本テレビの番組で、番組プロデューサーの山中康夫はその後、高間ヶ原は阿波だった、講談社を出版した。1980年代には、NHK 高知放送局が制作した、 古紙、巨石群の謎の中で、山大国イコールド、四国山頂説を主張する、土佐文優が、著書、古紙、巨石群の謎、李四社を出版。他にも、浜田秀夫や大杉博林博明などが、四国説を主張する著書を、出版。2009年には、テレビ東京の、新説美濃モンタの日本ミステリー。失われた真実に迫るで、 四国徳島説が放送された。なお、朝廷は四国地方から始まり、近畿地方へ移行されたと四国説、近畿説を共に割りする説もある。フィクションの世界では、山大国は九州説や東西説をとっているものが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。